ガロ闇を照らすもの2013年放送ガロシリーズで3作目の長編テレビ作品であり、同年の総国のバリューで大島光河の物語が完結したことを受けて世界観を一新し、放浪の魔界騎士老外龍河を主人公とする新たな物語が展開されました。内容は国立国家ボルシティを訪れた龍河が魔界奉仕のリアンやこの街の魔界騎士らとの交流を経て魔導ホラーの謎に迫っていくというもので、輝きの失われたガロの鎧が黄金の輝きを取り戻すまでの物語でもありました。豪快シルバーの池田純也さん演じるエンジン騎士前子とジャクズレタケル、後の戦国龍馬こと青木恒典さん演じる天球騎士ガイコとくすがみやぐりら仲間のキャラの存在感も強く、南里美希さん演じるヒロインのリアンもギャル系の外見や言動とは裏腹に優しさやピュアさを隠し持ったキャラで人気が高いですね。スチームパンク的な舞台設定やフル CG で躍動する魔界騎士など新たな試みを不安視する声もありましたが、最終回を迎える頃にはファンからも大いに受け入れられ、2015年には映画とテレビで続編も展開されています。